根元からチリチリの、細かいくせ毛のモデルさんです。通常は千代系のパーマ液を選択されるかなと思いますが、今回はスピエラで勝負します。はい、こんにちは。札幌占い美容室早場橋の元です。メンツの宿毛矯正の、ちょっとやり方をレクチャーしていきたいと思います。短い場合ってどうしてもできないと思うんですよ。で、うちではこういう短いアイロンを使っていくんですけど、グローブが必要です。で、これはドン・キホーテに売ってるので、このグローブを使って、ただ入れるんではなくて、このようにバイオリンを弾くような感じで、横にやっていきます。このような感じですね。で、そうすることによって通常でこう入れるよりも、髪の毛が一箇所潰れるんではなくて、ちょっと転がしていくようなイメージなので、折れづらいというか、あと冷ますこともできるのと、あと同じところに熱がずっと入らないので、髪の負担もちょっと考えて少しこうずらしてあげると、よりいいです。こういうような感じですね。でネープの方はこのアイロンがちょっと届かない、このアイロンが届かないので、ちょっとこういう短いのを使ってネープの方をやってます。こういう感じですね。こういうのがあると楽ですね。これはコンローとかに使うやつなんですけど、これを使って、取っていくと。で取って、で今度は上下運動なんですけど、アドスト自体がこう縦に煙が抜けるんで、80% ドライぐらいでも、まあ、熱くはないです。で根元から入れ、かなり強くするので入れていかないとダメなので、根元から入れるんですが、縦に上下にこういうふうに動かすことによって髪の毛を微妙にずらしてますね、アイロンの中で。で、毛先に行くに従って振り幅を大きくして冷却していきます。空冷するような感じですね。こういうこのような感じで、空気で冷まして、なるべく早い段階でその形をキープするというような感じですね。温めてすぐ冷ますというような感じにして、もうより髪のダメージを少なくするという方法でやっていきます。なんで短いところは縦上下に触れないので横に振って、でこの辺の長いところは、上下に振ります。で、まあ、このワイドはやりやすいので、このアドストのワイドがいいかなと思います。温度は180ですね。で、スピエラでどこまでいけるのかっていうことで、まあ、髪のダメージもあるので、まあそれから言うと、まあ、千代系使うのがまあ常識かなと思うんですが、今日はスピエラであえて勝負してますね。スピエラの千代グリセリンとスピエラ、あと GMT が入ってます。アンセスさんの薬で攻めてます。で毛先は 6.8 で根元は 7.8 を使ってます。なんで若干ちょっと完全ドライだとちょっと難しいんで、少しウェット気味で入っていきます。で、ポイントなんですが、これをやっていくときに結構こう引っかかってるのが、引っかかるじゃないな、なんかテンションかかってるのがすごく分かる方法があるんですよね。こうやってるときにただ普通に滑っちゃうとあんまりこう意味がなくて、あるものを使うと結構毛髪がずれてるのが手で感触が分かるんです。で、まあ、うちで使ってるトリートメントはいろいろあるんですけど、中間処理で、ケラチン使って、
低分子のケラチンからちょっと入れていくんですけど、ケラチン入れて、それからまあ、最後はアニオンチャージするんですけど、結構アニオンのチャージを強くして、そこにラメワンをつけるんですよね。でラメワンつけることによって、ラメワンっていうのはあの、パホニコさんのラメワンなんですけど、そのラメワンをちょっと濃度を弱くしてあげたのをちょっとつけてあげて、だいたい水とラメワン1対1ぐらいで薄めたやつをちょっとつけるんですけど、そうするとオイル系のスプレーも一切使ってないんで、それでいけちゃいます。結構こうテンションがキュキュキュっていうのがテンションでわかるんで、それによってあのコーム使わなくてもあの綺麗にあの髪の毛がずれてってくれて、正直コーム使ってもあの生え変わりの短い毛って全然伸ばせないんですよ。なんでそういうのがテンションかかるような感じでわかるんですよね、5ミリスライスで取っていくと。なんでそのラメワン使うことによって結構いいかなと思うんで、まあ、ぜひやってみてください。やりますと、このように取って、まあ、コーム全部今使ってないんですけど、根元側からちょっとずつ振り幅を大きくしていくような感じですね。このような感じでやっていきます。でまた後で報告したいと思います。ここからは応用編なんですが、バイオリンみたく横にスライドさせた後に上下運動を行っていくのが一つの流れになります。今回のようにとても癖が強いお客様は、80% ドライぐらいで入っていきます。薬剤がスピエラなので、やはりちょっと若干水分がないと伸びません、今回の場合は。ですので、まあ、5ミリスライスでしっかり熱を入れていくんですが、このように動画のようにですね、横に、根元部分がやっぱり癖強いですから、まあ、新生部部分を横にスライドさせます。でその後、ちょっとずつ上下運動を大きくしていきます。毛先肉に従って上下運動を大きくする意味としては、空冷です。冷やしてますね、空気で。で根元の方を振り幅を大きくしてしまうとテンションかかりすぎて、お客さん痛いので、根元の方の振り幅はさほど大きくはありません。で振り幅を出すことによって、生え変わりの短い毛とかが、しっかり伸びてくれるように、やっていきます。結構ですね、アイロン入れてて思うんですが、生え変わりの毛が結構伸びてないことがあったりしますね。でそこの生え変わりの毛もしっかり伸ばしていきたいので、バイオリン痛く横にしてから、それからやっていきます。でこの辺の顔周りの毛は、短いアイロンで、バイオリン式でやっていきますね。顔周り結構痛みやすいので、軽くやっていきます。それから、まあ、耳周りだったり、そういうところってね、際の部分結構伸びてなかったりするんで、この辺の毛もですね、優しくちょっとですね、バイオリン方法で伸ばしていきます。でこのように、やってますんで、ぜひやってみてください。あと、まあ、このような動画を、まあ、これから皆さんの参考になればなという形でアップしていきたいので、まあ、よろしければあのシェアなどいいねなど、まあ、Facebook とお願いいたします。よろしくお願いいたします。見ていただいてありがとうございます。